下地美希夫、下地美希夫、下地美希夫、1961年8月14日帯は、日本の政治家。日本維新の会所属の衆議院、議員、6期。日本維新の会国会議員団副代表、選対本部長、非常任役員、政党創造代表。沖縄開発政務次官、小渕内閣、小渕第一次改造内閣。 経済産業大臣政務官、第1次、小泉内閣、内閣府特命担当大臣、防災、郵政民営化担当大臣、野田第3次改造内閣、国民新党国会対策委員長、第3代、政務調査会長、第3代、選挙対策本部長、初代、幹事長、第3代県代表代行、日本維新の会国会議員団政務調査会長、党歴任。 沖縄県平良市、現宮古島市生まれ、沖縄県立宮古高等学校、中央学院大学小学部小学科卒業。大学卒業後、父が創業した大米建設に勤務する。1996年、第41回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、沖縄1区から出馬し、選挙区では、新進党、旧公明統計の白穂第一、 日本共産党の古方三江義の後人を排したが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、初当選した。当選後、平成研究会に入会、小渕内閣で沖縄開発政務次官に任命され、小渕第一次改造内閣まで務める。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、自公の選挙協力により、 党総務局長の鈴木から比例単独での出馬を求められ、比例九州ブロックから出馬し再選。沖縄一区では公明党から出馬した白穂が当選した。2002年第1次小泉内閣で経済産業大臣政務官に任命される。2003年の第43回衆議院議員総選挙では自公間の選挙協力が不調に終わり、 自民党に党籍を残したまま、沖縄一区から無所属で出馬したが、自民党、保守新党が推薦する、公明党の白穂に敗れ、落選。その後、普天間飛行場の移設をめぐり、自民党が推し進める名護市辺野古への移設に反対して、嘉手な飛行場への統合案を提唱したため、考え方の相違により自民党を離党する。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、 民主党の推薦を受け、沖縄一区から無所属で出馬。公明党の白鵬を破り5年ぶりに国政に復帰した。同年12月、政党創造を設立し、代表に就任。2007年5月、衆議院の院内会派、国民新党、無所属の会に入会。下地の入会により、会派の名称が国民新党、創造、無所属の会に改められた。 翌2008年8月、創造代表を沖縄県議会議員の東間森尾に譲り、顧問に就任。9月に創造を離党し、国民新党に入党。党政策審議会長代行に就任した。2009年9月、政策審議会長であった、事件翔三郎の党幹事長就任に伴い、政策審議会長、後に政務調査会長に、会長に就任。 また、井戸川正明の離党、民主党入党に伴い、国会対策委員長も兼務する。2010年2月、同年7月の第22回参議院議員通常、選挙に向け党選挙対策本部長に就任し、政調会長を辞任した、公認は森田公参議院議員。2010年6月、事件幹事長の菅内閣への入閣に伴い、公認の国民新党幹事長に就任。 2012年、国民新党代表の亀井静香が、消費税増税関連法案の閣議決定に反対して、連立政権から離脱を表明したが、野田内閣の一員であった、事件翔三郎や下地ら6人は連立離脱に反対。亀井静香、亀井明子政調会長を除く、党所属議員6人で議員総会を開き、亀井静香、亀井明子を党役職から解任。 党幹事長であった下地が民主党幹事長の腰医氏、東に対し、国民新党が引き続き連立与党に残留する、意向を表明した。2012年4月、国民新党代表代行も兼務する。同年8月11日、沖縄県那覇市で記者会見を開き、政党創造代表への就任を発表した。一方、次期衆議院議員総選挙には引き続き、 国民新党公認で立候補する考えを表明。同年10月1日、野田第三次改造内閣で内閣府特命担当大臣、防災及び郵政民営化担当大臣に任命され、国民新党幹事長のまま初入閣した。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、沖縄一区で自民党新人の国馬幸之助に敗れ、落選した。 2013年2月22日、自民党副党を模索する、事件小三郎代表の方針に反発し、国民新党を離党。2014年6月28日、那覇市内のホテルで支持者2000人を集めた会合を開き、同年11月の沖縄県知事選挙への出馬を検討していることが報じられた。同年7月25日、 政党創造の拡大役員会で代表を辞任、立党した上で無所属で沖縄県知事選挙へ出馬する方針を表明、受理され、31日正式に出馬発表を行った。創造の党運営については、当面の間代表代行の東間森尾が代表を務める。党開票の結果、得票数3位で落選。協託金も没収された。 その直後の2014年12月14日に行われた第47回衆議院議員総選挙では、政党創造や維新の党沖縄県総支部から出馬要請を受け、維新の党公認で沖縄一区から出馬。赤峰、国場の公人を廃したが、比例九州ブロックで復活し、2年ぶりに国政に復帰した。なお、 同選挙で沖縄県内の4つの小選挙区で立候補した候補者は9人全員が当選した。2015年4月、政党創造に所属する県議及び市町村議員を離党させ維新の党に入党させた上で政党創造の代表に復帰した。同年秋の維新の党の分裂騒動では大阪側議員に同調し、創造系議員らと共に維新の党を離党し、 新党大阪維新の会を結成。下地は国会議員団政調会長に就任した。2017年10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙では、日本維新の会候認で沖縄一区から出馬。再び選挙区では落選したが、比例九州ブロックで復活した。この選挙において全体最後となる六十五番目での 当選だった。2019年1月22日に、東国会議員団副代表と、選対本部長に就任した。沖縄県選出の議員としては唯一靖国神社に参拝している。大臣在任中も参拝を行った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。